火事があったのは、稲輪城町で廃墟となっている宿泊施設、旧横向き温泉ロッジで、昨日午後9時過ぎ、付近の人から建物から火が見えると消防に通報がありました。火はおよそ2時間後に消し止められましたが、2階にある客室の押入れの部分を焼きました。この火事によるけが人はいませんでした。この建物は地元などでは心霊スポットとして知られていて、 昨日の未明にも火事が起きています。現場には火の気はなく警察では放火の可能性も視野に火事の詳しい原因を調べています。